今日はなんとピアバンダイに来ました。新潟市中央区。ここはですね、綱吉の会社がやっている鮮魚センターです。ほら、この新鮮な魚たち。いっぱい美味しいお魚、新鮮な魚があるんだけれども、こういうね、お魚がいいんだけど、ちょっとやっぱりさばけないから、向こうの方にね、お刺身コーナーがあって、だから、こういう一本物の魚たちはちょっとさすがに手が出ないかな。やっぱダメだな。諦めて向こう行こうかな。ちょ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 。おお。ひろきち。来ます。来ます。どうもどうもどうも。何こんなとこで会うの、びっくりしちゃう。今日ほら。どうした。ここさ、綱吉の会社のピアバンダイ。あ、そうでしょ。ピアバンダイへ。ようこそ。ピアバンダイです。どうしたの。いやほら、新鮮なさ、うん、魚たちが一本物で売ってんだけど、はいはい、ね、美味しそうでしょ。もう鮮魚センターはさ、こういうさ、丸魚をさ、やっぱりさ、お客様に見てもらって、うん、で実際にこう買ってもらって食べてもらう、これがまず醍醐味でしょ。でもさ、ぶっちゃけさ、うん、これどうやって買ったらいいかもわからないし、家でさ、さばいたりするのもちょっと無理だよ。まあまあまあ、確かに。いやいや、どうせなら一匹も買ってさ、ね、こういうとこだったらさばいてもくれるし。さばいてなんて、でも。いやいや、気軽にね、話しかけてもらえばいいんですよ。例えばじゃあさ、うん、佐渡さん、鈴木、4キロ鈴木？でも無理でしょ。いや、鈴木今旬だよ。今が旬。鈴木も旬だから、もうどうすならまたあなたは広くて尺とか刺身の盛り合わせ買って帰ろうと思ったでしょ。だって売ってるじゃん。じゃあ今日はさ、うん、私もついてきたんで、どうすならこの鈴木を使ってどういう風にしてやれば美味しく食べれるかね、どういう料理になるかということをさ、これ買って家でやるの。やりましょう。ここは鮮魚センターなんでやってもらいましょう。じゃあそれどうやればいいか教えてくれるの。そうそれを含めて、それハウツー、ハウツーためになるわ。それハウツーでやりますんで、はい、教えてほしい。はい、わかりました。鮮魚センター来たらこういう風にやれと、うん、そうすればお魚がいっぱい好きになるし食べれると思うんで。そうそう、だっていっぱい魚あるもんね。そうどういう風に料理していくか乞うご期待です。4キロの立派な鈴木を、ね、うん、まあ、実際購入させてもらって、はいはい、どういう風にさばいてくれるのかちょっと一回本当にやってみたいと思うんだけど。あ、そうですね。まずここでポイント、対面でお魚を売ってるようなところのお魚屋さんに視聴者の方々が行ったら、まず一つ今の旬の魚を聞く。これは鈴木だけじゃなくて、鈴木だけじゃなくて、まずパーッと見て、まあ、食べたいお魚を言うとか、どういう料理がいいとか、そういうのがあるんだったらそれは聞いてもいいけども、まずは魚屋さんに今の旬を聞く。今日はじゃあスズキで、いやでもこんなに大きいの食べれませんと言った時に、お客様が何で食べたいか、お刺身で食べたいのか、焼いて食べたいのか、ムニエルで食べたいか、私ならアクアパッツァにしたいとか、しっかり伝えて、じゃあこういう風にしましょう、ああいう風にしましょうっていうことが魚屋さんが言ってくれるんで、さばいてもらう人にお伝えするとより良い買い物ができると思います。じゃあ今回のこの4キロの佐渡さん鈴木は、うん、はい、せっかく旬なんでまずお刺身、お刺身で、あえて皮を残して湯引きというやり方でお刺身を食べようかなと思ってます。皮ありの刺身と湯引きという皮がついたような状態での食べる刺身、あともう一個骨付きで、アクアパッツァ、ちょっと洋風なアクアパッツァ、あと残りは粉付きでムニエルにしたりとか、頭をガラ汁で飲んでみたい、後ろ汁ですね。5種類ぐらいのパターンの料理で食べると丸ごと1匹美味しく食べれると思うんで。これからじゃあ店員さんに、はい、
お願いして、流れをやってみます。切ってもらうと。はい。ハウトゥーね、ハウトゥー。ハウトゥー。鮮魚センターに来たらこうやるんだっていうこと。すいません。このお魚を食べたいんですけど、はい、おろしてもらえますか。はい。今日は、あえて、広口、僕の料理の提案で行くんで、こういうふうにしてくれ、ああいうふうにしてくれって言います。お刺身で、皮を引いた、皮がないような状態のお刺身をお腹側で。はい、で、皮がついた状態。鱗は取って、はい、ついた状態で湯引きで食べたいので、はい、これをお刺身用に、はい、残り半分は頭を落としてもらってぶつ切りで指3本ぐらいで切ってもらって、はい、アクアパッツァにして食べたいんで、はい、そういう風に切ってもらえますか。わかります。お願いします、はい、この注文の仕方で大体わかると思うんで。わかったね。わかりました、はい。視聴者の皆様は何で食べたいか、このお魚を刺身で食べたいか、先ほど言いました、焼きで食べたいのか煮て食べたいのか、そういうことを伝えて、どういう風にしておろしたらいいよってことを多分伝えてくれると思うんで、フレーム君上手にできると思いますんで、よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、大体のことはもう、はい、要望には答えられるんですか。大体そうですね。でもこうやってね、一本物買った方がいいですよね。そうですね。季節のね、魚とかも教えてもらえるんですよね。まあそうです、はい。そこを取るっていう作業も、兄ちゃん大変だから、やっぱりやってもらった方がいいんだよ、こういうところで。こういう、ないからね、こういうの。まあ、場所によっては多分、サービスじゃなくて、料金取られることもあると思うんですけど、そうしなりやってもらった方が僕はいいと思います。こう頭を落とすっていうことも、そう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 、ちょっとやっぱり抵抗感がね。家庭用のね、包丁だと包丁が負けちゃったりっていう場合があるからね。そうですね、平尾君、あなた、はい、敵はいいけど、何年目？1年目っす。マジで？すごいね。ちゃんと内臓取ってもらってね。そうそう、ガラガラで、さっき言ったように後ろ汁、もう魚本来の味で、ちゃんとやっぱ綺麗にしてくれるんだね。そうっすね。まな板と顔と魚は綺麗にしてやったねえ、フレーム君、はい、魚の基本ですよ。いや、そんなに食べまくないんで。フレーム君よかった。実はね、視聴者の見てフレーム君2回目の出場なんですよ。実は草津村セーフセンターマリーネの解体のサポートで入ってくれたのが古山君なんです、ね、はい。これ全部お刺身にすると何人前ぐらい必要なんですか。どれぐらいですかね。結構取れますよね。結構取れますね。食べ方によるけど20人はいけんじゃないか。はい、ね、でもある意味さ、20人分食べれるような魚を家族4人とか5人で2日間に分けて食べるとか3日間に分けて食べるっていうのがこの雪丸物の魚を買うっていう醍醐味だと思います。僕はね、食べ方を変えるんだね。食べ方を変える。確かに鮮魚センターとかに置いたりスーパーさんに置いたり刺身を買っていて、刺身の魚を買っていて、これはこれでいいんだけども、魚の雪丸物を買って雪調理してもらって、手を変え品を変えじゃないですけど、料理を変えて雪丸物を魚を楽しむ、これが醍醐味だと思います。これ3枚におろしもらってる。そう、3枚におろす作業のうちの1枚目です。骨を外すと2枚目、3枚目になるけど、で、骨の付きは夏で 骨から出汁も出るので、そこでアクアパッツァにすると取っちゃうし、今のね、この古山くんの作業は腹骨を取る、腹骨を取りますか、腹かきますかなって言うんだけど、腹骨を取る作業です。ここの部分も、牛尾汁で飲めるんで、これは持って帰ります。はい、でもお刺身にすると邪魔なので、これは取ってもらった方がいいです。皮を取るっていうこともね、やっぱりちょっとやっていただけたら。わっ、きれい、きれい、おいしそう。
はい、これ皮付きの腹、腹側です。はい、皮付きの皮。めっちゃ普通に。その次、アクアパッツァ用に、はい、次見て。わかりました。やっぱりアクアパッツァは次は骨から出汁が出てきたら、絶対この骨で食べるので、あえて次に絞れます。いやすごい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、古山くんが作ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。今、古山くんにおろしてもらった鈴木、はい、茶道さんの鈴木を持って第2スタジオに行きたいと思います。レッツゴー。はい。はい、どうも。はいはいはい。はい、そういうわけでございまして、綱吉第2キッチンスタジオに。やってまいりました。はい、やってまいりました。先ほど、ピアバンダイの魚をおろしてもらって、はい。まずこれ、刺身を。はいはいはい、皮付きの。皮付きの、わざと皮付きのお腹側。これ、皮なし用の。半身せ。半身せ。はいはいはい。これもお刺身になります。はい。はい。じゃあ、お刺身にしていきますけども、ここにちょっと一工夫やりますんで。はい。これはこのままでも、湯引きして、はいはい、うん。食べれるんだけど、うん、やっぱ僕魚屋なんでちょっとこう工夫したいなと、はい、いうことでお塩を使って簡単一手間、皮目にはお塩をしないでこの身のところにお塩をして、はい、水分 身の水分も取ろうかなと、うん、このままでも食べれるんだけど塩していきます。ブリ塩でこれでこのままあちょっと置いとけばいい。そう、置いときます。そうすると表面から多分水分が出てくるんで。全部が全部そうしろってことじゃないですよ。ね。せっかくね、魚屋さんに行って、魚屋さんがおろしてくれたんですから、そのまま食べてもいいんだけど、やっぱり買った方もね、ちょっと一工夫してもらいたいなということで。でもやっぱ4キロの鈴木だと大きいね。大きいさ。だからめちゃくちゃ余るよ。余るから、まあ例えばね、例えばじゃあもう今やっちゃおうか。よくて、こういうことですよ。お刺身で食べれる今日の分だけを、まずは、ね、全部刺身で食べきれないんだから、こういった端っこの部分、もうこれ切っちゃうんですよ。はいはい、切っちゃって、もう明日、ムニエルにします。あ、もう明日の段取りですよ。こう切っていったり、斜めに切ってもわからんけどね。これもうムニエルに取っとく。で、これ明日。で、塩コショウして寝かしておいてもいいし。こういうことができるわけね。お刺身で買うと。そう。それだけ、うん。このスーパーでこれだけ買っちゃうと、これ、刺身でその日でもう終わっちゃうから、うんうん、そうじゃなくて、一本物を買うことによって、顔の柄とか、骨とか、皮とか、そういうのも全部使えて、スズキっていう美味しい魚が全部丸々いろんな料理で食べることができるんで、だからわざと丸物の魚を提案させてもらったということです。で、またじゃあ、はい、ま、塩をね、はい。これはさっきと工程と一緒ですか？一緒です。塩して、これあともう一回ムニエル用があるから、うん、ムニエルで皮ついてても美味しいと思うんだよ。はい、ここ塩したやつね。ここ塩してあるからこのムニエル用。皮目がついてても、うん、逆にね僕は皮あった方がムニエル美味しいと思う。これちょっと冷蔵庫なんかで本当に。でこれを、まあ、塩コショウしてこのように塩コショウしてキッチンペーパーとかで引いてでサランアップして風当たらないように冷蔵保存。冷蔵さあそれで食べる時になったら多分水分とか出てるからきれいにこう拭き取ってでそれで粉してムニエルとバターからやると初めからやると焦げるからオリーブオイルで焼き目をつけてから香り付けにこのバターでやると美味しくできる。明日の晩でもムニエルしますでこれはもう取っておきます。こういうことができるわけね。そういうことができます。いろんな料理の方法できるんでその辺も含めて1匹丸ごと買うっていうのはお値段的には今日は6000円ぐらいでしたけど、まあ、6000円をまあ、2、3日に分けて食べるっていうことがいいと思うんで
まあ、それが一番の丸魚の魅力だと思うんで、一本物の量も大きかったからね。そうそうそう、だからその日だけで食べようということじゃなくて、1日目、2日目、3日目までどうしようっていうことで考えた方がいいと思います。そうすれば魚の上手な買い方になると思う。で、これを約30分から1時間ぐらいほっとくんで、はい、その間に今度アクアパッツをやりましょう。行きましょう。はい、刺身用の魚のスズキに塩をして、今時間を置いているところです。で、さっきの塩は見てる方はしょっぱくなるんじゃないかなって。あ、絶対しょっぱくなるよね。そう思うでしょ、うん、そうじゃねえんだよ。塩の浸透圧によって余計な身から水分を出したり生臭みを出したりして、それが出てきたら今度水洗いして、で、綺麗にキッチンペーパーで拭けばバッチリ。しょっぱくない。ない、うん、むしろね、ちょっと塩味が効いてて美味しいかも。分からない。ああ、ちょっとね、うん、はい、で、その時間待ってる間に今度骨付きの皮もついてる、うん、立派ですね。スズキ、これ立派ですよ。バッチリですよ。これは何にしますか。アクアパッツにします。アクアパッツァ、はい、下処理やっていきます。はい、これは皮目がついてますね。皮もついてます。皮も美味しいです。こういう血とかあるじゃないですか、うん、こういうのを面倒だけできれいに洗う。これがもう生臭みの原因とか美味しくない原因になるんで、これをまず洗う。これ洗ってちょっと取れるんだね。うん、できるだけこう生臭みを取ってきれいに洗います。こういう血とかもね、できるだけきれいに。熱湯にくぐらせるっていうやり方もあるんだけど、まあ、今日はちょっとそうしないで、手にこう血合いとか、口の血の塊とか、手に洗う。これはあの背骨もついてるんですね。そうそう、わざと背骨ついた方が、出汁が出るんで、絶対そっちの方が美味しいです。このアクアパッツァっていうのは、うん、スズキじゃなくても美味しい。ああ、どんな魚でも美味しいと思います。レバルダとか。まあ、その辺も、お魚屋さんに行って、聞いて、やるっていうのも、いいと思います。で、自分のお気に入りの魚とか、あ、この時期になったらこの魚だよねなんていうことを話しながら、じゃあ作ってみて。そうそうそう、美味しかったか美味しかったか、ね、そうそうそう、もいいよね。そうそう、上手にできたとかね、できなかったとか、うん、あ、じゃあ今度こっちの魚でやってみるんだ、ね、そう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 、え、こっちもこっちもなんてねこういう残った魚はまた塩をして、うん、冷蔵庫で、これは今度サランラップしないで2日目3日目なんて食べれる方法の一つなんで、わざと塩をしてラップがかけずに冷蔵庫の風を当てておくと、自家製の干物みたいになって皮がパリパリになって焼くときに美味しいと思いますね。それもちょっと試してみてください。今日これがアクアパッツァの、これがアクアパッツァになりますんで、野菜とかも切っておいたんで、これからじゃあアクアパッツァでいきたいと思います。はい、まずは油引いて、ニンニク、うん、ね、すげえでかいニンニクでしょ。これで香り付けしていきます。本当は今日は鷹の爪とかあればいいんですけど、まあなかったんで、鷹いなかったんで、飛んでなかったんであいいですね。いいでしょ。十分に香りをつけます。はい、はい、いいね、これ。いい、豪快にしますよ。豪快だね。豪快ですね。これだってあんなでかいスズキだもん。これぐらいいかなきゃダメでしょ、ね、ちょっと塩コショウします。はい、塩コショウ、コショウ、はい、汗、汗、香りもいい感じが出てきますね。あ、そうそうそう、いや、汗、すごいいい感じが出てきたね。あ、いい感じ。なんで皮目から焼くんだ。そうそう、皮目から焼いて、カニ、カニ入れます。もうすぐカニ、カニ、アサリ、うお、エビ、すごいエビ、アサリ、ちょっと入れて、先ほど切った、そうそう、野菜たち入る、はい、ちょっともうこれ入れてっちゃう。もうズッキーニとセロリとマイタケ、でっこいしめじ。しめじのこの頭がね、でっかいでしょ。ピアバンダイにはね、隣にあの、うん、山屋さんもある、肉屋さんもありますからね。肉屋さんですね。そうそう、まあ、あそこでもバーベキューとかできますからね。ツナ吉のマグロもピアバンダイに行けば買えます。はいはい、買えますね。買えます、買えます。トメドゥ、トメドゥ、トメドゥ、これをちょっと入れて、ね、アクセント、ね、豪快。いや、もう豪快で、これでじゃあちょっと人に出しさせます。ちょっとね、塩が足りないと思うから、
それは胡椒ね。胡椒、これ胡椒。もうね、絶対スズキからいい出してますよ。こう、あと素材から水分が出て汁が出ると。もう超うまそう。いいっしょ。蓋をして。蒸し焼きと。じゃあもうちょっと、アクアパッツでいくの。しばし、ちょっとお待ちください。さあ、時間経ちました。そうすると、バチャバチャに汁が出るわけじゃないけど、こうやってちょっと艶っぽくなってるの分かります？ああ、なってる。で、そうすると、あと塩のおかげでこう、ちょっとね、身が吸い付くような、余計な水分がなくなって、こう、吸い付くような感じになってるんです。魚の旨味がこう凝縮した感じになるんで、これもそうなんです。ね、ペチャペチャじゃなくて、ピタピタでこう吸い付く感じ。これが、旨味が凝縮されてるような感じなんで、これを一回、先ほどドリップも出てるんで、これを水で綺麗に洗って水分出て拭きます。もうね、触れば分かるんですけど、すごくもう塩でペタペタするんですけど、綺麗に洗い流します。洗い流します。しっかり水気を取る。それをやることによってすごくもちもちな食感になると思うんで、これはぜひともやってみてください。じゃあ皮目がついてる、ね、これ湯引きにしたいっていう、これこのペーパー見て、余計な血とか生臭みが全部ついたペーパーなんで、これをしっかり水気取ってやれば美味しいお刺身ができると思います。スズキの背、背の背節ですね、背の方を使ったお刺身になります。これ何回も言いますけど、切り方僕下手くそなんで、それだけはご了承ください。一生懸命使えて頑張ってますんで、それだけ見てみてください。さっ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 、どうこれ、いいね。新潟はね、白身魚が、そうそう、有名ですからね。そうそうそう。じゃ今度は湯引きですか。はい、じゃあ湯引きいきます。はい、こういう感じで。あ、すごい。はい、でこれをやったら、本当は氷水で締めたりするのが一番いいんでしょうけど、本当はこれ皮目を炙ったりしても美味しいと思うんで、まあそれは、各自おのおのやってみてください。これ湯引きすると今みたいにこうキュルッとこうなったりするの。そう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 、やっぱ歯応えが変わったり、そう、食感が変わったり、あと皮と身の間との旨味があるんで、この鱗もね、ちゃんと取ってもらってる。そう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 。すすさっつったっけ、さっき。すすすす、いいんじゃないですか。こっちが湯引きしてない方、皮を引いて普通のお刺身、これは皮付きの湯引きをした方で、食べ比べで、スズキのお刺身の食べ比べです。いやー、美味しそうですね。ありがとうございます。一生懸命やらさせてもらいました。多分美味しいと思うんで、後から実食でお願いします。はい、実際食べてみます。塩出しして脱水したこのスズキがどれだけもちもちになっているのかっていうのをちょっと見てみます。はい、うん、うん、ね、食べれば分かるけど、スズキってこのもちもちするから、うまい。どうも。うまいよ、やっぱり。あ、ちょっと待って待って、もう一回待って。うん、いや、お、幻かもしれない。いや、いや、でもね、いや、これね、本当にね、スズキのもちもち加減が伝わるか。たんでんの、たんでんの、そこにないけど、たんでんの、うまい。あ、陸
本でもあるか。リッポンでもあるけど、今日リッポンないから。じゃあちょっと湯引き。ちょっと食べてみます。顔で。湯引き。いただきます。うん。なんか音が違う、うん。やっぱりね、皮があるから硬いんだけど、その分歯ごたえがあって、この噛めば噛むほど旨味が出てくる感じ。これも。うまい。やっぱり、ね、こうやってね、いろんなことをしながら、ね、食べるとお魚うまいわ。肉はさ、だってさ、焼くか生で食べるどっちかでしょ。魚はそんなことないんだもん。だから魚のうまみに脱帽です。うまいです。ついにできました、赤パッツァ。いいですか、見てください。じゃーん、これを題してスナキチ流すすきの赤パッツァ、ピュアバンダイで、ピュアバンダイ編すべて、はい、食材仕入れて揃いました。いやすごい、味見だけさせて。ほぼだってあれでしょ、うん、目分量でしょ全部。うん、ほぼ適当、感覚です。適当っていう言い方でよくないよね。彩りはいいね。ありがとうございます。これあの水とかは入れたんですか。水は一切入れてないです、これは。おお、ということは食材からの、水分とあとお酒だけです。ちょっとじゃあ味見してみます。これはいろんなのが入ってますよね。相当これお金かかってます。うん、ちょっと待って。あーバーン、最高、うまい。いや皆さん、やるべきだよ、やるべき。やっぱ魚は丸ごと一匹買ってやるべき、やるべき。絶対上手にいくから、これお試しください、お試しあれ。ツナ吉クッキング編でしたけども、お魚を丸ごと一匹買ってみて食べてみましょうという提案と、お魚屋さん、スーパーさん、鮮魚センターさんなんか行って対面でお魚が丸ごと一匹置いてあるようなところは、ぜひともですね、店員の方にお声掛けして、何が旬なのか、どれが安いのかとか、どれが今美味しいですかとか聞きながら、今日実は刺身で食べたいんだと、煮付けて食べたいんだ、焼いて食べたい、フライで食べたい、なんていうことを相談しながら、一緒に魚を選んでもらって、じゃあこのようにおろしましょうかとか、あのふうに、ああいうふうにやりましょうかとかいうことが提案で出てくると思うんで、ぜひともそういうところをご利用していただいて、特に今日の食材は全部ピュアバンダイなんで、これを食べたい人は全部ピュアバンダイで行ってください。本日もありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。あともうちょっとで登録者数1000人です。いやすごい。ありがとうございます。もうちょっとで1000人です。 T シャツもございます、キャップも売っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ汗拭かしてもらって本日締めたいと思います。ありがとうございました。これあの先ほどピアバンダイで撮ってもらった鈴木のアラガラです。どういう風にして食べるかというと、アクアパッツァに使ったりもできるんですけども、牛王子でガラ汁なんていう感じの形で、沸騰したお湯の中に一回こいつらを全部入れて、もう一回煮立たせてから、そのお湯は捨てます。でザルで綺麗に洗ってから、もう一回この沸騰したお湯の中に入れて煮直すと、生臭みが消えて、生姜汁に入れたりお酒で味整えて、基本的に塩で味付けして、隠し味で醤油とか入れて食べると美味しいと思います。基本的にはグラグラさせない、あんまり煮立たせると汁が濁っちゃって美味しくなくなっちゃうんで、よく見ながらやってください。スナキチのおりっこらも水が出てきてる。だから塩つけたな、これ塩つけたの。
これで塩つけた？いや、それじゃダメだよ。俺に塩ってダメでしょ。そんなかけばばじゃないんだから。塩かけおっさんじゃないですか。ざいまーす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 。なんか見覚えのあるところに来ました。怒ってるかな。いや、怒ってるでしょ。やばいやばい。完全に怒ってる。ちょっと様子伺いに。わかるでしょ、ここ。ここ。芋奉行さん。わかるでしょ、これ。ああ。います。頼むー。何やつ？いらっしゃい。お奉行様、すいませんでした。全然顔出してなくて。あんまりだ。あんまりだ。すいません。こんな怒ってどうするよ、来て。これやばい。これ、ちょっと怒っちゃう。言いたいことがあって来ました。お奉行様、あなたは、綱吉チャンネルに、多大なるご協力をしていただきました。よって、綱吉 T シャツを、贈呈いたします。え、何これ何これ開いて。後ろに、おい、はい、おすごいのできてるね。お奉行様やばい、これ。そんな怒った顔なんか見たくないよ。これいいね、これいいね。ほら。あ、つなっていい、つなっこれいいね。いや、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。今やっと渡すことができて、顔がちょっと治ってきた。これいいね。ね、これ最高。これ最高。いや、暑いからね。そう。大活躍するわ。これ初音符。正式に初音符。我々は若干、試作がてら来てましたけど、これから初。いや、すごくいいね。ぜひとも、視聴者の皆様、良ければ。ここまで乗るかな、スカちゃん。はい、ここに乗せますんで。ご連絡ください。気に入っていただきました。ありがとうございます。ご機嫌治りました。治ってる。治ったほら。治ってる。治ったほら。もちろん、もちろん治ってる。絶対似合うと思ってさ、持ってきたんさ。ありがとうございます。絶対いいよ。そういうことで、もう渡したんでね。じゃあすいません、また。ありがとうございます。いや。この前ね、FM 新潟。FM 出ましたよ。出たでしょ。はい。ちょっと緊張気味の。いや、ちょっと緊張。いや、打ち合わせも何もなかったでも。聞いてくれました、この間のラジオ。聞いてくれました、ラジオ。ラジオ出させてもらったんですよ。ヤンさんのやつ。聞いてくれました。聞いた、もちろん。で、それをね、紹介してくれたのが、そこにもある。桑名シオン。はい、シオンさん。綱吉どう？私のことを紹介してくれての、で、実現だったんですよ。そうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。一瞬でファンになっちゃったみたいで。ああ、嬉しい。そう。嬉しい。嬉しいですね。嬉しい。ありがたいわ。7月の2日に。場所は柴田の文化会館。で、コンサート。シオンさんのね。シオンさん。と、あ、絵はいろんな人が出る。いろんな人が出るけども。すごいいいやつなんです。もう本当に。昔から知ってるんですか？昔から知ってる。後輩。すごいいい歌歌うんだ。あ、わかりました。ぜひ、皆さん聞きに行ってください。お時間があって、お近くの方は行ってみてください。よろしくお願いします。本当、シオンさんがやってくれたんです。ありがとうございます。本当に。あと、いや、いろんな人に支えられて、ありがとうございます。今、見てくださる視聴者の方々も支えてくださってます。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。一回会うとみんなファンになっちゃうんだね。いやいや、そんなね。なんか、それほどでも、それほどでも、ございます。綱吉チャンネル、チャンネル登録者数1000人まであと100人もうちょっとですんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いいたしまーす。では皆様よろしくお願いしまーす。いいねボタンもお願いしまーす。グッドボタン、ねえ、お客様グッドボタン、グッドボタンみんな押してね。ニータもカンタも